北豊島中学校、高等学校全日制課程は、東京都荒川区東横六丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立女子中学校、高等学校。高等学校においては、中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では、第一学年から混合して、 クラスを編成する併設混合型中高一貫校である。高等学校においては、男女共学の通信制課程も設置しているが、所在地は異なる。秋上げ春、林生母が、真に自立して社会に貢献できる女性の育成を目指し、1926年4月、北、豊島女学校を創立。人間愛を教育の基本とし、真に才能ある者の,の目を育て伸ばすという、 個性村長の教育に情熱を傾けた。1950年4月、学校例改正により、財団法人北豊島学園北豊島高等学校となり、北豊島中学校、北豊島幼稚園を設置する。北豊島中学校は1957年から休校となったが、1990年4月に再開し、中高一貫教育を展開している。 1998年4月1日、高等学校通信制課程広域を開設。近年では、進学に力を入れている。高等学校全日制課程は、特進、総合、国際英語の3コースに分かれている。全コースにおいて、英語教育に力を入れており、少人数制教育と徹底的な個別指導により、進学実績を上げてきている。国公立大学。 南関私立大学の現役合格を目指す。実際に国公立や総計レベルの合格者も出しており、進学実績も伸びている。授業は、高一段階から授業では、オリジナル教材やプリントで行われており、各学年とも英数では、レベル別に多段開花された放課後の進学ゼミが開講されている。また、個別指導が盛んなため、先生を直撃して、 勉強を見てもらうなど、日常的には集団でなく、個人個人にあった個別指導がいつでも受けられる。毎朝、昼休み、放課後に先生と1対1、1対2などで細かく指導を受けられるため、予備校に通わず現役で合格できるシステムが整っている。医療系や栄養系、火星、芸術、 情報系の短大や専門学校など幅広い進路目標に対応できるよう幅広い選択科目の中から自分の進路実現に必要不可欠な科目選択ができるコースである多数が私立大学の現役合格を果たしている私立大学文系科や英語圏の大学への進学を目的としているネイティブ英語教師や同等のスピーキング能力を持つ 日本人英語教師が指導にあたり、3年時には最大で週22時間の英語授業がある。各コースとも自由参加の夏、冬季休暇中の勉強合宿では、宿泊施設のフローラヒルナスに泊まり、受験勉強が行われる。生徒一人一人の技能と教養を習得させるため、受験対策や趣味に合わせて自主的に選択する。講座には、郊外から、 専門の講師を招いている。毎年10月に2日間にわたって行われる。1日目が在校生のみを対象とした展示発表。2日目が一般客を対象とした展示発表となっている。女子校ということもあり、入場は完全チケット制とされ、生徒1人が配れる。チケット枚数にも制限がある。さらにチケット配布には保護者の承諾員も必要である。 6月に2日間にわたり開催される。高校と中学で競技で分かれる。高12年時は7月に歌舞伎鑑賞教室がある。高3年時はオペラ鑑賞教室がある。また、高1は夏休み頃に高田の馬場でボーリングスケートをする。吹奏楽部、バレーボール部、ギター部の活動が特に盛んである。ありがとうございます。